立川かしめでございますということでご当地落語もとうとう2か所目でございます土湯温泉のご当地落語、えー、こちらご当地落語に挑戦プロジェクト第2弾ということで、えー、今回は、えー、桂ゆ々ゆ兄さんが演じました憧れの女将さんこちらを私挑戦してみようと思いますよろしくお願いいたします。たただいまあなた 今帰ったわ。よ。あ、もうよかった。最高だった。土中温泉も何がいいってね。もちろん温泉はね、最高だったんだけどね。あのね、目沼っていうところがあるの、そこでね、大きな声を出して、山彦が帰ってきたら勝ちって、そういうゲームやったのよ。もう大きな声も出してね、ストレスも発散できて、もう最高だった。本当にありがとう。ね、聞いてるのあなた。ね、あなた。あなたうるさいな、もう全く。今ね、テレビいいとこだから、ちょ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 ,ちょ,ちょっとだけ待ってて。 またこの人サスペンスドラマ見てるもん。なんでいつもサスペンスドラマばっか見てんのよ。あなたの人生に何の役にも立たないんだから、あなたはね、刑事じゃないの。あなたの身の間に事件は起きないの。それにね、なんでいつも崖のとこに行ったら解決するのよ。なに崖が解決してるの。刑事いらないじゃないそれだったら。もう犯人みんな崖にギューって言って、誰だってやったらすぐわかるんでしょもう崖も事件もあなたの人生に関係なんかないんだから、ね、私の聞いて、話聞いてちょうだい。ね、聞いてちょうだいっての。もうドラマはいいの。 あ、消しやがった。なんてことするんだよ。今、せっかくいいとこだったんだから、こっから面白くなるのに、うん、後が気になるじゃないか、まったく。何話やったら聞くよ。なんだよあのね。私、大事な話があるの。なんだよ急に改まって。何大事な話って。あのね。私、新しい組織を結成しようと思うの。 新しい組織え、何それなんか、新手の離婚の申し出かなんかなんでちょっと嬉しそうなのよ。違うわよ、離婚じゃないの。新しい組織を結成するの。だから、その、新しい組織を結成って、ど、ど,どういうことなんだよ、あのね。あなた、お休みくれたでしょうん、お休み、今まさに行ってきたとこだろいや、そらさ、今までずっと育児とか任せきりしててさ、 まあ主婦の人なんてな、なかなか自分でここがお休みって決めづらいだろ、子供もいるし。だから、じゃあ俺がこうお休みって決めたら、羽でも伸ばせるかなと思って、それでお休みをあげたんだよ。それ嬉しかった。 本当にあなたそんなこと考えてくれてたんだと思って本当に嬉しかった。それでね、社宅の奥様方とお話をして、じゃあ温泉に行きましょうってことになって、で、土曜温泉に行ってきたでしょ楽しかった。もう温泉も最高だったし、美味しいものもたくさん食べて、楽しいお話をいっぱいして本当に楽しかった。うん。楽しかったなら良かったじゃないか。楽しかった。でも、なんでそんなお休み急にあげようと思ったのよっどうしたんだよ急にお前。 情緒どうなってるんだよ。いや、だからそりゃ、羽を伸ばしてもらう。意義のよ、そんな建前は。なんか裏があるんでしょ、裏が。裏いや、裏なんて、お前。何にもないよ。意義の別に裏があっても、どっかに女を作っていようが、もしね、私に興味がなくなっていようが、もしあなたが本当はフランス人だったとか、日本人じゃなかったとか、地球人じゃなくてもどうでもいいのそれどうでもいいのか、お前、それで。結構重大な問題だけどね。どうでもいいってどういうことだからね。 私は、その温泉に行って、思ったの。なんて。あなた、お休みなんかあげちゃダメよ。いや、なんでだよ。嬉しかったんだろダメなのあなたは、頑固一徹じゃなきゃダメなの。頑固一徹いや、今時言わないよ、頑固一徹って。一瞬何のことか分かんなかったの頑固一徹って、俺からほど遠い話じゃない。い俺、そんな頑固一徹っていうタイプじゃないのお前、自分だって知ってるだろ知ってるわよ。だから出世できないんだから。いたたたた。 やだこと言うな、お前。あのね、その頑固言ってとかどう、どうでもいいんだけど、その、な、なんでそもそもその組織ってのは一体何なんだよ。ああ、そうそうそう。ごめんなさいね、私ね。ちょうど今その組織を結成しなきゃっていうその熱意に燃えてて燃え上がっちゃってるもんだから、あのね、それで行ってきた温泉っていうのがね、もうすごいの。いろんなお宿があってね、どこに泊まろう、どこに泊まろうってなっちゃうのはお宿だったんだけどね。でもね、その温泉街の中で、実は、おさ三階ってのがあるの。 おかみさんかいおかみさんって、あれか、その、お宿のおかみさんそうに決まってるじゃない。他に一体何のおかみがあるっていうのよ。あ、そうか。だかもしかして、名字がおかみっていう人がいて、おかみさんたちの会みたいなね。こかまいたちの夜みたいな。そんなのあるわけないでしょ情緒どうなってんだだから。 温泉狩りなんかおかしくなってんのかお前、そうじゃないのよ。そのおかみさんの会っていうのがすごくてね。この地域をとにかく盛り上げようって、そういう気持ちがあるおかみさんたちなの。だから、みんなで懇親会を開いたりとか、勉強会を開いたりとか、みんなで助け合って、この地域をみんなで盛り上げましょうねって、そういうことをしてるの素晴らしいでしょまあまあ確かに、それはいいことだね。だけど、言ったらそのおかみさん同士ってのは、その、競合他社みたいなもんなんだろう同業者なんだろう うまくいくのかね。それがすごいところなのよ。とにかくこの地域を盛り上げようってみんなの共通の目的があるから、から若い人は上の人に話を聞いていろいろ教えてもらって、上の人はこれからのこの地域のためにってことで下の人にいろんなことを教えてるの。これがすごいのよ。まあまあ確かに。それはすごいな。でもさ、なかなか会社って同じ組織でもそういうのってなかなかうまくいかないんだよ。 んで、それうまくいってんのがね、外から見たらすらさ、いい感じに見えるかもしんないけど、本当はうまくいってないんじゃないのあなたが無能だからうまくいかないのあなたが無能でクソでゴミだからうまくいかないのちょっとでもね、思いやりとか優しさがあったらそういうのってうまくいくのわかる、うん、お前の言葉からその思いやりが欠片も感じられないんだけど、うん、それでだからね、やってみようってことになったの。はだから、私たちで、おかみさん会をやるの。 いや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 。いやお前、おかみさんって。いや、普通のサラリーマンの奥さんだろ、お前。おかみさん、だから奥さん会奥さん会その奥さん会って何なんだよ。何なんだよじゃないの。やってみたいのよ。帰りのバスの中でみんなで話になったの。こういうのどうって言ったら、確かにやりたいわ。やってみたいわ。やりましょう。やらねばならない。私たちがやらずに誰がやるのってそうなったの。すごい任命感だな、お前。 その責任感感じてやるようなことじゃないと思うんだけど、それなりにみんなでやることになったの、そうよ。それにね、おかみさん会で特に私が感銘を受けた話っていうのがあるの、それがね、やっぱり温泉の宿っていろいろ伝統とかいろいろあるでしょだから厳しいことがたくさんあるんですって、でもね、お子さんを育てなくちゃいけないでしょだけどね、お子さんをしょっておかみの仕事も全部やったっていうの、すごいでしょだっておかみさんの仕事なんてね、朝の早い仕事もあるし、大変なのやることたくさんあるんだから、でもそれをやりきった。 私もそれをやりたいなと思って。それはいいよ、別に。それ別にやるのは構わないんだけどさ。だからその、奥さんかいその、おかみさんとは違うだろう。だから、できないだろ、そんなこと。できるわよ。だからあなたが頑固一徹にならなきゃいけないの。どういうことだから、あなたが頑固一徹になって、私に無理なんだ言うて、それでいいのよ。あなた何なのだってさ、優しくて、私に休みもくれて、私のことを思いやってくれて、 ダメ亭主じゃない。いや、世間一般はいい亭主だ、それ。うん。どっちかというと、自分で言うのもなんだけど、いい亭主だと思うよ、俺は。ダメなのよ、それじゃ。頑固一徹じゃなきゃ。うんいや。俺が何お前たちのためにそれやらなきゃいけないわけうん。わざわざ性格変える必要ないと思うんだけど、意気じゃないの。奥さん会のためよ。わかった。うんじゃあ俺もその何よ、奥さん会ってのに入りゃいいのに。入らなくていいわよ、汚らわしい。いそんなこと言わなくていいじゃねえかよ。入る必要はないのね。 入らずに頑固いつあればいいんだあ,あ、わかったわかった。まあ、やれるだけやってみ、やれるだけやってみるじゃダメなのよ。今やってみて。え今やってみて。今やんのうん,んじゃあ、うん、ドラマを見たいから、リモコンを持て、誰に言ってるのよいやいや、今やれっつったんだろ、お前が。 何それ何そのリモコンを持てって。いやいや、だって。普段からそんな指示し慣れてないからさ。んな急にやれったって無理だよ。まあまあ頑張るけど、まくこの人は頼りないんだからどこまで行っても、まあ、やっぱりつよしにも手伝ってもらわなきゃダメね。強氏しってお前。お前息子にもなんかやらせようってのか当たり前じゃない。家族総ぐるみよ、総ぐるみってお前。第一無理だよ。お前だって。まさか、強氏を背負ってなんかやろうってのか当たり前じゃない。それしかないでしょいやいや無理だよ、お前。 つよしももう高校生だぞ、お前。背負ってなんかできるわけないだろ。大丈夫よ。私、足腰丈夫だから。いや、丈夫だからじゃないんだよ。そうじゃない。息子が嫌がるだろ、そんなのは。そんな多感な時期なんだから、高校生なんてな。しわせるわけないだろ。いいのよ。私のこと大好きなんだから、絶対やってくれるんだから、いいあなたがね、ちゃんとそういう意識を持たなきゃ始まらないんだから、ちゃんとやってもらわなきゃ困るのよ。分かった分かったよ。じゃあ、俺、ちょっとジム行ってくるから、そこの辺りを片付けとけ。 ほら、指示できてるじゃない。分かったわよ。いってらっしゃいなんて言うんで、えー、大変なものが始まりまして。ね金カナさんのところの奥さん、なんか、情報あったうーん、情報ね。何か報告するようなことあったうーん、そうね。あ、そうそう。そういえば世界で、あの、コロナの新しい株が見つかったそうよ。それ報告してもね。 私たちでどうにもならないからね。なんか他にないかしらああの、里山さんとこの奥さん、なんかありましたあ聞いて聞いて、ちょっとあのね、良純さんとこの息子さん、あの小中高一貫の、すごいいいとこの私立に入ったそうよ。あら、すごい。やっぱりね、あそこンとかお父さんが賢いのよ。だって、お父さんも確か早稲田でしょきっともう早稲田に行ってくわよ、くってね。あちょっと待って。 うちんとこの旦那も早れだった。でもうちの息子はもう点でダメだからダメだった。この説理証ならず。<laughs> それにね、聞いて聞いて。今ね、駅前のスーパーでお買い物したらペットボトルのお水がもらえるって、そういうサービスやってんだよ。嘘。知らなかった。今朝の朝刊見てなかった。と思ってね、私ね。メガネかけた状態と外した状態で2本もらってきたから、1本どうぞ。あら、ごめんなさい。ありがとう。あの友わるよの。<laughs> ダメよこれ。いつも通りの井戸端会議じゃない、これじゃ。これじゃ何にも報告できないような、なんかなかったんまあ、しいて言うなら、今日も社宅は平和でした。そうね。今日も平和ね。今日も平和。いやこれ必ず奥さんの会のみんなに伝えてね。大丈夫必ず伝えるのよ。分かったわ。必ず伝えます。お願いしますね。あら、あそこにいるのは佐藤さんとこの奥さん。 あら、息子さんしょって、うんうんうん。すごい。高校生の息子さんしょって掃除してる。すごいわ。おかみさんっぽい。すごいでしょ。ね。写真撮って。お願い。写真撮って。もう母さんやめようよ。 こんな恥ずかしいよ、ちょちょ、写真撮らないでください。もうやめようよ、こんな何言ってるのよ、つよし。こっからが勝負よ。これを続けなきゃ。意味ないんだから。つ <laughs> らい、つらいって言ってるじゃないか、もう。もう無理だって。もうやめた方がいいって何言ってるのよ。<laughs> これを続けてこそ。奥さん会なのよ。<laughs> 何やってるの、あなた。 早く宿題やっちゃいなさい。いやいや、宿題やっちゃいなさいって。この上で数学やるってのは無理あるよ、もう。因数分解なんかこれなかなかできないよ、何を言ってるのも文句ばっかり。ちょっと見してごらんなさい。何あそれはね、その x の2乗プラス 3x プラス1の式を y と置き換えたら普通に因数分解できるわよ。おー、なるほど。それは確かに気づかなかった。すごいわ。ちゃんと宿題の世話までしてる。 まさにおかみさんよ。おかみさんの鏡よ。すごいわ。私たちも頑張んないと。あらあそこの入り口。郵便屋さんがなんか困ってる。なんかしら、何かしら。どうかなさいましたあ、すいません、えー。こちらの方ですか。いや、実はね、あの、郵便物があるんですけども、あのー、部屋番号が書いてなかったんですよ。誠に申し訳ございませんでした。ええ、何ですかクレームですね。あ、いやいや、違います。クレームじゃないんですよ。 あのクレームとかじゃなくてですね、あのちょっとお部屋番号はわからないんであの、お名前は佐々木さんっていうお宅なんですけども、その部屋番号を教えてもらえればあの直接持っていきますから、<laughs> 誠に申し訳ございませんでした。おいくらぐらいお値引きすればよろしいですか <laughs> ああ、いやあの、お値引きとか、分かりました。じゃあ、こちらのペットボトルの水、こちらサービスさせていただきます。ああ、どうもありがとうございます。ええ、それはそちょ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 、ま、待ってくださいな。なんで荷物持っていくんですかはいあはいじゃないんですよ。 あ、あなたが佐々木さんですかはいえ。違いますけどいや、違ったらダメですよ。持ってかないとくぞ。それ、あの、代金引き換えの商品ですから。ちょだ、ダメですよ。持ってっちゃう。ちょっと返してください。何なんだよ。訳わ,わかんない。わけわかんなくありません。何ですか何ですかじゃないですよ。どうなってんだこの社宅。頭おかしいのかよ。どうなってんだこの社宅。頭おかしいのかよ。もう結構です。そこまで言われて、うちにお止めするわけには参りません。 お題は結構です。お帰りください。いやいやいや、こちらがお題もらうんですよ。どうなってんだ、この社宅は。ああ、よしよしと。ちょっとな、酒でも一杯入れていこうかと思ったけど、まあな、息子も,もうすぐ受験だし、そろそろうちに帰るとするか。あれうちの社宅の前なんか騒がしいな。これ何やってんだあの、どうぞ、チラシ持ってってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 社宅をよろしくお願いします。社宅をよろしくお願いします。社宅はとっても素晴らしいところです。とっても素晴らしい社宅なんです。よろしくお願いします。働いてるのはみんなサラリーマンの旦那です。とっても安心です。安全です。どうぞ、社宅です。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。あのー、この社宅って、普通の人でも住めるんですかい,いえ、住めません。この会社に働いてないと。どうぞ、社宅よろしくお願いします。よろしくお願い、ええど,ど、ど、どういうことですか じゃ,じゃ,じゃなんでこの社宅の宣伝をしてるんですか誠に申し訳ございません。クレームですかええー、クレームじゃないんですよ。クレームとかじゃなくてね、そういうことが言いたいんじゃないんです。あのー、ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。ああ。あああさあ、母さん。この分母の X プラスに。あ、なるほど。これも Y を代入すりゃいいのか。なるほど。母さん、わかりやすいな。何これ。お母さんが掃除をしながら、 息子が数学の宿題やってる分母。分子なんだこれはもう、わけわかんない。なんだこの社宅は。何やってんだあいつらは。恥ずかしいね、まったく。トラブルの元にならなきゃいいけど。まあいいか。そっとしとこ、そっとしとこ。まだこっちに気づいてないみたいだし。よし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 。ふぅ、なんとかバレずにうちに着いた。よかったよかった。 まあ,なあの手この手を尽くしてうちでゆっくりできる方法を考えてよしそうだ温泉にでも行かせればこれでなんとか金が治ってうちでもゆっくりできるかなと思ったけどなかなかうまくいかなかったからなでもよかった土湯温泉のおかみさん会様々だなこれでゆっくりドラマが見れる <music>